さっきも陳意に連絡したんだけれど、全く返答がない。なんだか嫌な予感がするな。まさか一人でフォローに入ったんじゃないよね。フェアリー、急いでインターノットを検索してくれ。陳意が立てた可能性のあるスレッドはないか。検索完了。可能性のあるスレッドが一件ありました。本文読み上げます。親愛なるプロ騎士殿、謹んでここにお知らせする。当方に一件の依頼あり。クリティフォローにてボンプを救出せんとするものなり、データ分析とパターン認識の結果に基づけば、目標位置は T8AE32 地域と見られる。受注の意向あらば至急メッセージを送られたし、詳細は対面にて。こたびの出会いが円滑な仕事の一助とならんことを願うものなり。データ分析とパターン認識か。それにこの時代がかった言い回し、真意で間違いないだろう。なんということでしょう。当該スレッドにプロ騎士からの返信は見当たりません。最後の書き込みは13分前。内容は、当方フォロー付近に到着。これは最終確認なり。受注せんとするものなきようであれば、この依頼どうか忘れてほしい。リン、このスレッドにある場所へ急げばまだ間に合うかもしれない。よし、すぐに動こう。何やら有事であるな。何かよ、触りたい。ダメ。番号148、主演、準備完了。マスター、陳意治安官を発見しました。ほう、これは何とも馴染みのあるボンプ。また会うとは思わなんだ。パエトーンよ、インターノットにおける指名手配第1号の自覚はあるのやら。かように軽率な依頼の受領、危機感に欠けると言わざるを得ぬ。なんで治安局がプロ騎士を募集してるのか知りたかったんだ。今のうちに点数を稼いでおけば、何かあった時見逃してもらえるかもでしょ。はて、これは面用な。依頼を受領した時点で治安局の依頼だと看破しておったのか。陳意治安官、正直に言ってあのスレッドは、それはもう怪しさ満点だった。なんと丸分かりであったか。誰一人手を挙げずじまいであったのも道理。さてはパエトーンよ、無視。意外といいやつであるな。そんなショックみたいな感じで褒められても。まあよい、無視の助けが必要であることは自明。いくらかの誠意は当然であるか。状況を教えよう。我は今事件への関与疑わしき車両を追跡しておる。それとおぼしき痕跡も発見済みでな。差し当たってプロ騎士殿にはフォローの案内を願いたい所存。我の調査をどうか手伝ってほしい。前回調査した疑わしき車両はここで行方をくらました。一通り不審な HIA に登録済みの政府の調査活動と照合すれば、残るは全て疑わしきという寸法だ。主に座標を送ろう。マスター、
このフォークリフトから高活性エーテル反応を検出。陳一案官が以前収集した証拠物件と一致します。フォークリフトとは、ゴローに廃棄されておるのは珍しくない。だが、こやつは見るからに馬脚を表しておる。まるで、ただの廃棄されたフォークリフトです。全然怪しくないです。と言わんばかりではないか。プロキス。マスター、未知の救助信号が検出されました。解析完了。ポンプからのものです。信号源へのルートを特定しました。治安官さん、ポンプの救助信号が見つかったよ。ずいぶん手慣れておるな。前言を撤回して、主を逮捕すべきかという邪念がよぎるほどに。なんだ？それなら追っかけてみたら？治安官のおばあちゃん。おお、怒りおった。これ待たんか？年長者を敬い、幼きをめでるは美徳であるぞ。カチャって音がした気がするけれど、何も起こらないな。射出装置が故障しておるではないか。若者はそそっかしくていかん。まあよい、我が修理しよう。あまり遠くへ行くでないぞ。信号源は目の前だ。リン、あそこで陳意を待とう。変だなぁ。信号がこっから出てるのは間違いないのに。テディ、あんたなの？キットナンナンプー！キットナンプー！誰？もうご紹介しましたよ。私はキットナンプーズのキットナンプー！共通語を話せるボンプちゃんとは激レアさんですね。これはいよいよ逃がすわけには参りませんよ。それにしてもとあるボンプちゃんから拝借したこの緊急連絡デバイス、大変なお役立ちアイテムですね。相手がボンプちゃんなら必ず罠にかけられちゃうですから。この人は少し普通じゃないみたいだ。早く戻って陳意を探そう。戻る？なんなんなん。私たちジットナンプーズの手に落ちたボンプちゃんが逃げられるなんて思わないことですね。食らいなさい、対ボンプ用スプレー。急に真っ暗になったぞ。イアスとの動機が断たれたのか。リン、君は無事か？今、目にちょっとチクッと。何？目が。もう平気だよ。お兄ちゃん、私はいいから。それよりイアスだよ。あの子はどうなってるの？フェアリー、イアスに接続できるかい？速度優先だ。切断からすでに28回にわたり、再接続要求を送信中。すべて失敗。これより、バックアップ回線を試行します。イアス、バックアップ回線での接続に成功。ただし通信状況は極めて不安定です。通信システムに
重大な損傷ありと推定。ですが、イアスとチンイーの間ではまだ通信信号が生きています。イアスをブリッジしてチンイーと直接通信を行いますか。マスターの正体が露見することを防ぐため、声の音程を下げエフェクト加工を行うことができます。ですが、その上でもチンイー治安官にマスターであると見抜かれる確率は 43% に達します。マスター、ご決断を。チンイーにブリッジ接続を試して。了解。イアスをブリッジしてチンイー治安官の通信回線へ接続。チンイー、聞こえる？ほう、もう通信を復旧させたのであるな。さすがはパエトーン、心配はいらぬ。すでに救援信号のあった場所についておるゆえ、必ずや主のボンプを助け出そう。あやつに頼らねばフォローからは出られんのだ。我とてエーテリアスになりたくはない。治安官チンイーに事件現場に到着せよ。これより主のボンプを救出する。我は治安局の者にあらず。配を説明せ。さもなくばこの唐辛子液、いや対ボンプ用スプレーを己が舌で味わうことになろうぞ。待て、それは唐辛子液なんかじゃないんですね。実は高濃度のエーテル溶剤でして。どうか命だけをも助けよう。全部白状しますから。高濃度のエーテル溶剤、それじゃあイアスは。おのれ、主が先ほど損傷させたボンプは治安局の捜査協力者であるぞ。いかなる罪に問うてくれようか。だから私は知らなかったんですね。治安局だと知ってたら。ちょっと待ってください。あなたさっき治安局の者にあらずって。えい、つまびらかに申せ。何故ボンプに手を出す。主らのアジトはいずこにある。いかなる手口で犯行に及んだのだ。
なるほど。高濃度のエーテル溶剤にて瞬時に侵食を着機。ボンプの内部システムを上乱せしめ、通信自己防衛モジュールへの機能障害を引き起こすと。テリーが目と鼻の先だったはずの治安局に救援信号を出せなかったこと。これで合点がいく。しかしこやつらめ、分解してパーツを売るためだけにボンプを稼働沸かすなどと、何故かようにくだらぬ罪を犯すに至ったのやら。おう、そうだ、主のボンプの様子は、そんなに重症そう？な、外的な損傷は見当たらぬ。知能レベルに幾分低下が見られるわ。マスター、悪い知らせといい知らせが一つずつ。悪い方が先だ。イアスは現在基本的な通信機能の維持で精一杯のようです。またポロデータ収集モジュールの 87% が損壊しているため使用しないでください。続いていい知らせです。これ以上悪い知らせはありません。ふむ、テリーはこのエーテルスプレーを食らって数日が経過しておる。急ぎ救出せねば手遅れとなるぞ。キッドナンプとやらが自白したことによれば、連中のアジトには被害に遭ったボンプが大勢囚われておる模様。あやつを捕らえてしまった今、今日のうちにアジトを吸収せねば迎え撃つだけの猶予を与えてしまうことになろう。ここにいたりもはや出直すことまかりならぬ。パエトーン、主はどう思う？同意見だよ。でもイエスの機能はもう。どうしよう。陳意治安官、あの技術を使う時が来ました。お分かりですね。これはこれは、仮にも我らは AI 同士、その提案はあまりに手心がないのではないか。とはいえ一理ある。相分かった、あの技術であるな。ではカクカクしかじかで行こう。はい、カクカクしかじかで。待つんだ AI のお二人さん、人間にも分かるように話してくれ。法廷、人間が理解可能な言語に翻訳します。分散コンピューティングを用いてイアスの一部機能を陳意治安官のシステム上にインストールするのです。まだ理解不能だ。了解。さらに分かりやすい言葉で、イアス陳意官における分散コンピューティングについてご説明します。あなた様が陳意治安官と感覚を同期させるのです。このようにすることで通信環境が確保されていることが前提にはなりますが、フォロー内探索機能を直ちに復旧できます。当該技術のリスクはイアスと陳意治安官がエーテルによる侵食を共有してしまうという点です。何？それじゃ我は一向に構わぬ。陳意、絶対に無理はしないで。心配無用。我は 01NG6 捜査用玉具、新エリート全市民を救う席を双剣に担いし者。人間よりよほど頑丈にできておる。そうであろ、ボンプよ。へんな。そこなる AI、 インターフェースの権限をそちらに解放する。動機を始めるとしよう。了解、動機を開始します。
セル化 HDD 単方向呼吸スタンバイ。接続開始。とにかく隠し通路に近い。我はスキャンするゆえしばし待たれよ。やはりここであるか。キッドナンプの話はまことであった。ガブッドバンプがテリーである可能性は。さすがはマスター、軽眼ですね。確かにこのガブッドポンプの身元は不明ですが、テディではありません。ガブッドポンプの外装のあちこちに力ずくで分解された跡があります。ご存知の通り、生命なき部品はエーテリアスに変化しません。注意、キッドナンプーズという名称が可愛らしくても油断は禁物です。うん、これはもとより治安官の本部。プロ騎士、顔を背けておれ。主のボンプに今から起こることを見せとうない。うん、これはメモリーチップ。死人に口なしとはよく言ったもの、犯罪者どもは往々にして口を封じれば罪を隠し寄せると考えておる。データは修復した。我の思考空間に接続せよ。データを主に共有しよう。なんと、ガブッドボンプを隠し通路のスイッチにするとは。パスワードを入力してから開けゴマだな。注意、ガブッドボンプに手がかりが存在する確率は 99%。 なんと、ガブッドボンプをキッドナンプのような輩を受け入れる組織のことだ。大した悪事を働く知恵もないと考えておったが、どうやら考えが甘かったようであるな。あなた様はガブッドボンプに条件反射で噛まれました。ですが幸い、ボンプの口に隠された隠し通路のスイッチを発見しました。あなた様はガブッ、張り紙の下に曲がりくねった4つの数字が刻まれています。こんなところにパスワードがあるわけが。いえ、これがパスワードなのでしょうか。やはりパスワードなのかもしれません。皇帝、人員治安官の考察は妥当です。この程度の知能で犯罪活動に関与するのはよほどの自信過剰であると言えます。手がかりはもう判明した。思考空間から出てよいぞ。隠し通路を開くにはパスワードを入れればよいぞ。プロ騎士、よもや忘れてはおるまいな。パスワードは確か。開け豆。これほどのボンプは全て助け出す。注意、きっとマスターたちが小柄であり、提案、
地院治安官の状態から彼女が強がっている可能性は、現在見回り中のあまりに近すぎて、彼がスマートフォンで再生中の、て、ようやく映画が終わりました。行動の時です。支払いました。認証成功。ド通知。イアスの心身の健康を守るため、このボンプは人間性のかけらもな、さっきのガブットボンプと同じであるか。また一匹ボンプらをかどわかし分解し、完全に壊れておる。救助が済んだらこやつを連れて出ようぞ。まだ意識があるではないか。辛抱せい、すぐに立つ。このボンプの顔はなぜ完全に壊れておる。救助が済んだらこやつを連れて出ようぞ。マスター、侵食を受けておらず意識もはっきりしたアボカドボンプを発見しました。完全に寝そべっているように見えますが、実際は左右 0.5 センチ幅の高速振動を繰り返しています。このアボカドポンプは死んだふりを試みつつも、恐怖を隠しきれていないのかもしれません。我は治安官の陳意と申す者。アボカドポンプよ、主はもう安全であるぞ。さらに激しく震え出したではないか。まさかホローに無断で入ったがゆえに治安官の姿を見てパニックに。ふんな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 。完全に壊れておる。救助が済んだらこやつを連れてって。ふんなんな。症状はさほどでもないが、電力をほとんど使い切っておる。アボカドボンプよ、友人のことは心配せずともよい。脱出してから充電すれば
すぐに目覚めよう。ビリビリボンプとブリッジ接続してメモリーチップを読み取るとしよう。これはビリビリボンプの視点。メモリーへの侵入は成功したようだな。高圧電流でドアロックを。どうしてなかなか侮れん。キッドランプースのアジトの深部だ。かなり広いな。やはり見張りがおる様子。何かいるぞ。ん？どうしてここにボンプが。脱走したのか。止まれ。ガブットボンプの姿が見えたような。一時停止して調べてみるとしよう。待て、先ほどのボンプの山の中にガブットボンプがおった。テリーかどうか確認しておかねばならぬ。テリーの耳にはホリーを守ろうとしてできたへこみがある。尻にはホリーが幼き頃塗り散らかした接着剤の跡。うむ、テリーに間違いない。侵食症状がかなり進んでおる。急がねば。テリーの居場所は分かったものの、いかにして侵入すればよいのか。せっかく捕まえたボンプども、逃がして黙るか。なんと、忍び足の極意を会得しておるとは、大したものよ。ボスに知られたら今月の給料がバーだ。取り囲め。もう逃げられねえぞ。あ、こいつ隙間を。ボンプのくせにずりーぞ。行かせねえぞ。じたまたすんな。ボンプが逃げやがった。ボス、ボス。おいおいおい、こんなことでボスを呼んでどうすんだ。データは破損。ビリビリボンプが最後に消えた地点から手動。この時点でビリビリボンプはまだ動けていた。推測が正しければ、このまま追いかけるうちにあやつは我らと出会った場所へと逃げ込むであろう。情報がまだ足りぬ。引き続き残りの断片を探そうぞ。データは復元した。これはビリビリボンプが襲撃された時、電撃を受けたボンプらは皆目覚めた。一遍気絶させたのにまだ逃げるか。こいつが、こやつはグループのリーダー格と見た。身体能力も知能も以前遭遇したチンピラを上回っておる。見よ、あの 0.73% 目。ビリビリボンプを抱えていたせいで手袋が黒焦げになっておる。つまりあの男の指紋を照合すれば身元が判明しよう。この 0.73% はやはりただものにあらず、3件の刑事事件で逃亡中の容疑者であった。逮捕できなかったのも無理からぬことであるな。フォローに身を潜めておったのだから。ほほう、そうまでして治安局に行きたいか。ならば次に会った時は我を責めるでないぞ。ビリビリボンプは
最後の力を振り絞って電流を放った。リン、入り口はここだ。情報収集はこんなところであろうか。戻るとしよう。ビリビリボンプのお手柄であるな。隠し通路へ向かおうぞ。テリーはここにおるはずだ。あの 0.73% ではないか。あやつを倒せば完全に壊れておる。救助が済んだらこやつを連れて出ようぞ。時間がない。邪魔はしないでもらおう。完全に壊れておる。救助が済んだらこやつ時間がないと言っておろう。興味深い生き物よ。命なき存在とて頑として諦めぬ。この執念、渇望、苦痛が命である。僕は同じことも二度までは許すようにしているんだ。そして治安局にはもう三度お世話になっている。
どんな用向きにせよ今日はやめておかないかい。誤解であるぞ。今日は礼を述べに寄っただけのこと。ボンプ失踪事件におけるご両人の協力誠に感謝申し上げる。メンテナンスの終わったテディをホリーの家に送り届けてきたところでな、実に感動的な再会であったぞ。あれ？気にしなくていいのに。だって私たちあんまり役に立ってないしね。まあもしチンイーが事件を担当してくれていなかったらイアスが連れ去られていたかもな。ん？何か言ったであろうか。ああ聞きたいことがあったんだ。チンイー体は回復してきているかい？無論この通りピンピンしておるぞ。メンテナンスを受けて以降以前より調子が良いぐらいだ。だというのに主演のやつめ未だに蒸し返されては無茶のしすぎだとお小言を賜っておる始末。全く頭が痛い。主演さんはただ真意にもっと自分を大切にしてほしいだけだろ。我とて進んで自らをないがしろにしておるわけではないぞ。この体が貴重なものであることは重々承知しておる。ただこの身が玉偶であることは命の見方を人間とは意味するということなのだ。言ったであろう。知能機械の存在意義とはそうすべき時に人の身代わりとなることにある。そのはずだったのであるが、こたびフォローの中で確かに何やら重みを感じてな。一体フォローで何があったの？うむ、強いて言うならば命の重みであったようにも思う。ほっほ、人間に当てられてしまったのやもしれぬな。そもそもボンプでもチンイでも僕たちは一度だって万が一の時の身代わりだなんて思ったことはないからね。そういうこと。みんな大切でかけがえのない仲間なんだからね。マスター、特定のグループを好意的に評価する場合フェアリーが漏れていないかを常にご確認ください。ほっほっほ。フォローで我に起きたこともおおむねそのようなものであったということで、ここは一つ。結局フォローで何があったのかは教えてくれているようで何も教えてくれていないね。それほどに興味があるのであれば正式に治安官補佐となってはいかがか。治安官か。私にはちょっと合わないかな。ほら、こないだの個別訪問サービスっていうお仕事もぶっちゃけちょっと。ほっほっほ。そういえば主演のやつ、今回の顛末を知ってインターネット一斉美化計画はしばらく棚上げにすると言っておったぞ。個別訪問サービスの方は誠に残念ながら今後正規の業務内容になるそうだ。これもまた頭の痛いことでな。そうであった。前回この忌々しい業務のためにホラー映画を借りたであろう。たまたま持ってきておるゆえついでに返却しておくとしよう。この映画何者かに憑依されるシーンがあってな、何やら我が身に通ずるものを感じたぞ。どういうこと？真意くらいすごい知能機械だと憑依なんてスピリチュアルなこともわかるの？これってチンイーとイアスは合わせちゃダメそうだね。いやじゃなかった。1号いつの間に。なんだ。憑依される側として確かに気分の良いものではないが、
まこと力が増したように感じられる。であろ？うんや。